こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。A 列車で行こう、ない、ライブ配信始めていこうと思います。久しぶりに。ビルド編をやっていこうと思いますが、今回は通常のビルド編じゃなく、お？どこだ？が車庫に入っていきますね。はい。ということで、ここに車庫に入る駅があるわけですが、そちらの駅、の63番か、この駅が結構車庫に入る列車と、ここで折り返す列車と交錯しちゃってるんで、それを防ぐために、通過線を設けて、かつ、残った2面用線の駅を2面用線の駅を外側内側と使えるように、通過列車以外がやっていこうと思います。まずですね、非常にポイントになるのはここでして、こことここか。まずは。車庫に入るところは、本来ならここが待機線として使ってたわけですが、ここは折り返し線専用にします。で、車庫に入る列車はどうしようかな。こっちからもう入っていくことにしましょう。もしくは両方から行ってもいいかもしれないですね。
っちからも入れるようにするし、まずでもこっちいらんのじゃないの。200番は絶対外に入ってくるからな。まあそうだよな、200番は絶対まっすぐだよな。まずですね、この手前側から奥に取って駅を通って車庫に入る方を先にやりたいと思います。ないな、こちらの方が混雑するんで、まず200、まずですね、基本的な ここだよな。つまりここをどうするかか。まず200番、ここは長距離対比は、通過折り返しってことで、200番ってこれだよな。なので、16国停泊になるんだ。200番は。
16国の何番線だこれ。16国3番線だ。で、運行地帯時間帯が5時20分から24時までか。4時である必要ってないよな。ああ、そういうことか。ほら、5時から20時だけど、ことは通過本線だ。201はどうなってる？201はどこにいるんだろう、この時間帯。201は車庫にいるんだ。で、6時半に出るんだな。大気電車区 A の1番線だ。6時半からですね。6時半から4時から21時の間だから21時までだな。
で本線か折り返しは折り当然車庫に入るんだが、その車庫に入る、あ、もうここは入った、車庫に入るってことは決定だから、4時から21時までが追加で、入らないで車庫だな。202番、202番が202番も車庫ですね。車庫に入ってる。そしてこれ2番線に入ってるな。その2番線は何時に出るんだ？5時半に出る。そしてここは何時から？4時から21時か。これも変わらないね、結局。つまり202も結局は一緒だ。205番は205は私鉄和田池方面に行くから。内側には通過しないってことじゃないの？どこの車庫に入るんだ？ケーター南電流線ってなってんな。あ、そうなんだ。じゃあ通らないってことだよな。
間滞留するので、課題ケーキには寄らないってことだ。205番は こんな感じで運行表を作ってます。次203番、203番も結局基本は一緒ってことでいいのかな。203番もそうですね、ここ車庫に入ってんな、なんか折り返しはしない。で、これ5時だな、5時に5本じゃなくて、1本ずつ増やしてるんだ。まずだけど、隣に、204番はここにはいない。困ってんのは211番の225系と、あとなんか列車客が乗ってる、あかん、両方客乗ってますね。いやいやいや、客乗ってちゃダメでしょ。うわ、客が取り残されてる。この辺はやっぱり客を降ろさないとダメですね。あ、でも無理なのか、これ対線に乗せてるから降ろすことできないんだ。だから仕方ないんだ、この辺は。次、じゃあ204番はどこにいる今。
204番はどこだこれ。あ、そういうことか。2時前だが、あ、ここでぶつかっている、この列車は。やばいな、これ。危ないな、本当。危なかった、気がついてよかった。251番ですね。251番は通らないんじゃなかったっけ。なんか来てますね、いつの間にか列車さん。これ210番だ。断線だから5時出ますね、この列車は。で、22時までは右へ行くんだけど、それ以降はまっすぐ。今はまっすぐ行くから。1時から22時ってことか。
で、課題系ではどうなるのか。課題系ではこれ直進しか選んでないな。ちなみに204に直進、曲がるのは205だけだな、特急は。ってことは、これは分岐ですね。240と241は。まあどっちにち204番はこうなる通過本線だから。車庫には入らない。201から203が台形電車区夜間帯というか、特急はこれで OK。次210番以降ですね。快速系統だ。まあ絶対、215だけはまっすぐ通るんだ。なんでだろう。215番は海浜あだ池発ってなってるな。まあとはいえこれは分岐を選ばないとダメだと思う。5分停車であることは間違いがない。いやおなくこれら通過だよな。でこれは通らないかな。
まあ、この辺は一緒だけど、ここの3つだけは違うってことだろうな。感じだな。じゃあ210番へ行ってみよう。まず210番って何をやる列車かっていうと、223系の快速なんだけど、16国に乗り入れる快速なんだよな。でも見れば分かる通り、10番な。23時以降は先へ行かないんだ。全列車退避のはずだから、回避するだろう。この列車は、24時間待避、運転車だろうな。で、10分停車は変わらず、やっぱりここで分かれるんだ。23時から4時までの間は車庫じゃないな、これ折り返しだ。折り返し線に行くんだ。
でだ、問題はこっからで、こっちでもちゃんと23時に行くようになってんだ。一応都心の方をベースに下り、これは関係ないからこうなるよな。で、全部通過なんだけど、いやなく待機だよな。で、この先だ問題は。23時からは観光船かな。観光船だな。一応は名目上は観光船で 313K が走るルートだよな。
これって、こういうことだよな。で、ここも寄らないから全部通過に入るから、感じだよな。こんな感じだ。でもここだけは違う。なぜならここ23時以降はまっすぐ行くからな。23時から4時半までは休むってことだな。大池対比場折り返し場 A に夜間留置だな。で、これ4時半に出るんだ、大池駅は。
いや、これ車庫へって書いてるけど、こっちだな、正確に言うと。ここに入れないといけないんだ。阿大池駅、対比だろ。車内景気は対比。あれ？ここ対比で、で停車じゃなかったっけ。こういうことだよな。
一緒だな、正確に言うと。これって何分停車だっけ？こっちも5分停車だよな。あ、10分停車なんだ。でもね、特急だからな、10分停車してる場合じゃないから、ここはもう5分停車に変更しよう。全部で、214の214も5分停車で、あとはみんな10分でいいのかな。思う。でもね、5分停車でいいのかな。まあでも結局ノンストップだからな。で、ここって、もう一回、210番が、こう5分停車になってるけど、こう理解しするんだけど、こう5分停車じゃ良くないな、10分停車で。まあ、こっから来た列車は、つまり、あ、そっちか、反対か。これ勘違いしてる？勘違いしないのか。
ああそうか、5分停車しなきゃいけない理由があったんだ。折り返しだから。これ折り返しだから5分停車しないといけないんだ。ややこしいな。全部これ10分停車以上になるやん。12分停車してる場合じゃない。ここはまあ合わせるしかないな。ここがその多分障害になってんじゃないかな。240、241って、あ、これそうか。これはあっちに入ってくるか。絶対これは10分停車しないといけないということか。折り返しのことを考えると、車庫に入る列車は5分停車になる。絶対車庫に入るから、これは5分停車でいいってことだよな。
車庫に入るか、なんか方向が違う。ようなく10分停車だよな、この辺は。あ、これは5分停車でいいんだ、折り返さないから。まあでもスーカー線を先行かせるために12分停車だろうな。空港線の列車は多分入らないんじゃないかな、いずれも。わかんないけど。とりあえず一旦セーブ。結構混乱してる。結局なんか調査で終わっちゃうかもしれないな。
まあ、7つの、ここに表した7つの基準に線路を引いて駅のダイヤとポイントを各列車ごとに決めていくっていう作業が本番ですね。今回準備で終わりそうだな。じゃあ211番はどうか。結局分岐だよな。ここですよね。6時から21時が5番が214と215は取らないんだ。214は通るかもしれないな。じゃあ私鉄荒井系213番が向かわないんだ。214番はどこにいるんだ。車庫に入ってるの211番だけだよな。214番が214番は24時間営業だ。24時間営業だな。
これは台形から出るんじゃなかったっけ。214番はどこへ向かってんだ。214番はやっぱりこっちへ向かうんだけど、ここで重要なのが214番はここを通過してるから、まあ、いやおなく間違いなくこっちへ向かってんだろうなっていうことで、なしか。214番は24時間営業。つまり荒井駅は10分停車でいいんだ、これは。新方面からの入り口だと。昔は直通してたけど、直通しなくなったからな。313系の道場で。で、まあ、いやおなく車庫に入らないから、繰り返してばっかりってことか。で、このダイヤを作ることで、この荒井系の折り返し特急を作ることも可能っていうことですね。いやおなく折り返しだから、214番は長距離ということで、215番と213番は通らないから、つまり一応は設定しとくっていう感じか。
まり213番はここも含めて折り返すっていうことだ。あ、まあ、あと210と212をどう移行するかだな。まず211は212をこっちから入ってくる場合は対比だ。で、両方とも10分停車になるよね。で、211は本線212は折り返し、211が、6時の21分か。212って JR 金だよな。211は6時から21時。いやでも6時から21時は危険だな。
10時から21時にしとこう。この辺はいやおうなく長距離路線だろうから、で211番はじゃあ7時発なんだ、ここなんだっけな、ここでんのは。
ん ?3 時半かだっけ、3時半だな、OK。車庫に入るのはここだけだからな。とりあえず、210番台これで終わりか。ちょっとパニックしたけど、220番台は、そして220番台って快速なんだけど、空港快速なんだけど、問題は彼らの列車が運行しか、まっすぐ行くから、222だけ進する、そうか、これ貨物船経由だから、まあとはいえこっちまっすぐ行ったら220番台こっちへ行ってしまう、まっすぐ行って空港には行かないよな。これはなんか意味あんのかな？いや、ないな。5日目電車ってどこだっけ？ここに止まるんだ。で、250番とともに止まるんだ。ってことは、とりあえず222番は必ず通過する路線だ、線だからっていうのはあるよな。
いやおなく。入っていくから、これは。ここに関してはここで入っていくよな。つまり220から222は、考えなくていいってことだ。いやおなく、じゃあ230番台はどうかというと、大抵通る銀はあるのかな。全艦を発射するか、あの って、230はどっちを通るんだ？230まっすぐ通るな。で、ここは230は左を通るから長距離路線になる。で、左、いやおなく左曲がる、ん？まっすぐ？違うな。で、230は、だから、多分、全艦と計算を勘違いしてる？ほい。気がするな。時間帯によって204だよな。4時45分。
と待つ、これで40分に変更しよう。10分かな。22時か。22時だな。つまり22時に
それはまあともかくとして、これが今212番、213番はどこで何やってんだ。213番はまだ向かっている途中か。30番が一応全部こっちへ向かってる。通過で、時間帯かかわずこっちへ向かってるから、230番台も全然こちらには関係がないって話だな。次240番台、240と241か。まあこれはそうだよな。そうだよな。つまりこれ共通で、でかつあれ、こっちは直進になってる。あ、そうか、これ条件があるんだ。22時9分とか書いてあるな。つまり
4時か。で、まあ、いやおなく退避だから。で、ここはまあ 100% 分岐だろうな。つまり、カットも車庫。で、両方とも5分停車。大体は。で、観光船か、両方とも。ちなみに、一応、車庫は何時発なんだろう。240は、6時発。1時半なんだ。241の方が重労働だよな。入れ替えよう、これ。労働時間が。
しここ3時半にしよう。1時45分。だよな、これで運行を運行していこう。で待機で5分停車で観光船へ入っていくって、5分停車で十分だしな、実際関係接続いらんしな。ただ原稿はこうなんだけど、車庫線から入ってくる列車はいやおなく5分電車なんだけど、そうじゃない場合は折り返せは5分停車なんだけど、列車のみ間をなくここを、そうだよな、列車になるから上がってくる場合にどっちに合流するかっていうのは難しいな、判断が。まあでもこっちに合流するとちょっとやばいかもしれないしな。
で、速度制限で、いや、難しいな、これ。だってここに合流するわけだからな。あ、こういってここでこう合流するか。そうね、観光船、今まではこう漁船使ってた観光船でこう降りていくような感じになるってこと？こっからこう降りていって、逆に言ったらここはあの撤去して、この線はこっちつないでいくってことかな。こんな感じか。まあ、つまりこれは今のところ全列車に直進で適用するんだけど、あとはその線の、まあここも含めて線の
線形の変更を行ってってことになるよな。あとそうだ、250番台だな。250番台っていうのは250のみ通るんだよな。で250番は台形を折り返すんだよな。で別金電車区に降りるから、222や232って同じ。250番がどういう通り方をするかを見てみよう。だろうな、やっぱり。250番はここの、まあ、5分出停車だけど、いずれも一応折り返しの時間が3分になっていることを確認して、うん、大丈夫だな。
で、ここは250は10分停車だな、いずれも。で、折り返しだ、いずれも。で、いずれも長距離戦のはずだから。まあ251だけはここで20時半以降は観光船に入るルートを通るってことだよな。ということは、まあ、これで多分、入ってくる電車の、全部が、この駅の、安田池駅の、安田池駅に関係する列車の全部の、行き先っていうか、と停車時間っていうのが分かったんで、調べることができたんで、次回以降線路をつなげば、これらの時間をポイントと調整するだけで、まあダイヤができるんじゃないかな。駅は多分変えないんで、できてしまうはずです。
ちょっと今回はまあ調べるだけで終わっちゃいましたけど、本当ギリギリだよな。できた。5時半に出ていくっていう感じですね。まあ今のように、あの 313K が入って詰まっちゃって、ここで動けなくな、一時的に動けなくなっちゃってますけど、まあこういうこともなくなるってことですね。これであのスムーズなダイヤの実現に寄与するんじゃないでしょうか。トップで走ってますね。まあつまり特急並みの速さってことですよね。ということで、ちょっと今回で新井景気の配線できるかなと思ったんですが、一回できるほど甘くはなかったということで、今回ダメでしたが、次回で新井景気の配線をやろうかなとも思います。なおですね、あの今晩はこの A 列車で行こうの BGV 編をやろうと思ってますので、ぜひ見ていただければと思います。こんな感じでこの新井景気が次回、変わります。まあ、結局あの一時的にはまあ運行状況を調べるのは遠回りになっちゃいましたけど、結
果的にはあの安全っていう意味で後でこんがらがガラずに済むんで、長い目で見るとすごい近道かなとは思います。まあ、ボトル一番かなりのボトルネックになってた大ケーキあたりを改良できるっていうのは、大きなことになるんじゃないでしょうか。ということで次回期待し、次回期待していただきたいと思います。ちょっと前回から18日ぶりの A 列車で行こうビルド編だったんで、時間がかかってしまって申し訳なかったんですが、もうちょっと短い周期できればなと思っております。またシティーズスカイラインなんかもやってますので、ぜひ見ていただければと思います。今回の配信は Twitch でお届けいたしました。 Twitch アカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー please。 そして、アーカイブ YouTube にアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This liveアーカイブアップロード My YouTube チャンネル Today's After Premiere Live My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド and Good ボタン Please。 そして、旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいね、お願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということで A 列車で行こう9ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。